でございます。ちゃんちゃんです。ただいま、日暮里トレインライナーの、江北駅ですね。そこ来ております。江北駅の、東口ですね。のところをちょっと向かっています。前、なんか撮影した、そこにある、小六神社。とここ行って、ちょっとまっすぐ行くと、阿弥陀橋っていうところあるんですよ。阿弥陀橋っていうところをちょっと懐かしいんで行っていただきます。阿弥陀橋って昔もともとちょっと住んでたところに近いんですけども、そこから歩いて西新井大社まで歩いて行ったことあるんですよね。結構何回も。懐かしいなマジで。ということでちょっと阿弥陀橋までちょっと歩きたいと思います。そこにドゥイットがありますね。ドゥイット。ドゥイット。ドゥと言わせるふ。ドゥイット言わせるふ。そう、このままじゃもうあれだな、リーマンのストーカーになっちまうわ、これ。なんなんだよ。早くどっか、どけや。なんでずっと、これがもう、リーマンを尾行してるみたいな感じになってるんだよ。別に方向が一緒だけなんだよ。ちょっと寄り道したいと思います。ですね。ちょっとライフの前に、セブンイレブンありまして、で、そこに、今はセイモスっていうところになってるんですけども、セイムスってとこになってますけど、これ昔はあのスーパー中村屋っていうとこあったんですよ。個人のスーパーで。これ潰れちゃったんだ。うちの母親とか結構買い物行ってたんだよな、こうスーパー中村屋の時に。ドラッグセイムスに変わっちゃってるわ。まあ悲しいけどしょうがないか。ああ、ようやく、クソ、今、旧中村屋のところに通ったから、あれだわ、とりあえず、リーマンから逃れられたわ。マジリーマンうぜえな、マジで。ずっと同じ方向歩くんじゃねえな、マジで。まあ、事故通報で申し訳ないけど。だいたい人間ってそういうもんだろ。花がなんか咲きそうだ。なんか綺麗っぽいけど、まだ咲いてない。ここそれで昔はあれだよね。大内記念病院なんかになってるけど、アイム病院ってやつだったんだよな、昔は。アイム病院ってのがあったんだわ、このところに。大内記念病院になってる、ここアイム病院ってとこだったんだよ、昔。懐かしいというか、時代の流れを感じるな。あ、今4分。もう
もうちょっとすると阿弥陀橋ってところに行くんですよね。またバーバーばっかり取っちゃうな。そこに入るんだろうな。まだ全部リーマン上がるわ。まあ、しょうがねえかな。そうだって俺も一緒に生活してたから。とりあえずもうちょっとで、あそこが、阿弥陀橋行くわ。夏いなぁ。阿弥陀橋ってなんで橋がないの阿弥陀橋っていうのかっていうのは小学校の時でなんかよく思ってたわ。橋もないのに昔あったのかなとか想像しながら歩いたもんだわ。昔はずっと歩いたんだよな。西成大社までよく歩いたよな。懐かしいね。港北と扇三丁目、港北と扇三丁目、ところはい、じゃあここ一応阿弥陀橋、ここでちょっと終点です。はい、またちょっと動画続くと思いますけども、一回ここで終了したいと思います。エイシャンチャンネルでした。阿弥陀橋までです。